皆さん、こんにちは。これから私たちがロシア語学科の魅力を紹介していきます。僕にとってロシア語学科のいいところは、少人数の授業で学生と先生との距離が近いところです。どうしてそう思われるんですか？だって先生はすぐに名前を覚えてくれるし、あとは授業でわからないところがあったら、聞きに行くとわかりやすく丁寧に教えてくれるからです。他にもありますか？他には、授業の質問以外にも普段の学校生活での悩みだったり、進路の相談だったりに関しても親身に相談に乗ってくれて、アドバイスをくれるからです。私にとってロシア語学科の魅力とは、みんなの仲がいいところです。どうしてそう思うんですか？授業が少人数制なので、友達とすぐに仲良くなれるからです。勉強面はどうですか？そうですね。課題とかで困った時も、同学年の友達だけじゃなくて、先輩たちにも気軽に相談することができます。私にとってロシア語学科のいいところは、留学先が豊富なところです。例えばどういったところがありますか？例えばロシア以外だとベラルーシなどの留学先があります。ベラルーシはロシアとポーランドの間にある国でロシア語が話されています。また私はベラルーシに行ったことがあるんですけど、女性が夜一人歩いていても大丈夫なくらい治安が良く、また物価が安いので留学先としてもおすすめです。現在、上智大学が交換留学提携を結んでいるロシア語圏の大学は4カ国にある13の大学です。ロシア連邦ではモスクワに2校、サンクトペテルブルクに3校あり、その他ウラジオストック、リャザン、ボロネジ、ペトロザボーツクという都市に1校ずつあります。また、ロシア以外の国ではロシアの西側の隣国、ベラルーシに2校、中央アジアのカザフスタン、ウズベキスタンにそれぞれ1校ずつあります。上智の留学方法には3つの種類があり、交換留学には一定の良好な成績が必要で、留学先は選抜によって決定されます。学費は上智大学にだけ支払います。留学時の単位が上智の卒業単位に認められるため、留学しても4年で卒業することができます。休学して留学することも可能です。この場合、留学先は自由に選べます。留学中、学費は留学先に払い、上智大学には休学に伴う在籍料だけを支払います。留学期間は休学していることになるため、4年間では卒業できなくなります。また、交換留学と休学による留学の中間的な存在として、一般留学という方法もあります。僕が思うロシア語学科の魅力は、多種多様な個性です。どういった部分でそう感じますか？理由としては、まずそもそもロシア自体が、軍事や政治や文化や芸術などにとても特徴的な個性を持っていて、それを学んでいる生徒にもその個性が映っていくということが挙げられると思います。自分が知らない分野のことも、学んでいる、同学科の生徒が必ずいるので、そういうところがロシア語学科の魅力だと思います。私が思うロシア語学科の魅力は、毎日ロシアにたくさん触れられることです。どうしてそう思うんですか？ロシア語学科には週に6回ロシア語の授業があります。そのため毎日ロシア語に触れることができるからです。他にはありますか？そうですね。ロシア文化入門やロシア地域研究方法論など、文化や歴史についても学ぶことができます。ロシアについて語学だけでなく、文化や歴史など様々な視点から学ぶことができるのも、この学科の大きな魅力だと思っています。外国語学部は、外国語だけを学ぶところではありません。英語では、Faculty of Foreign Studies という名称で、つまり外国研究学部なのです。ロシア語学科では、1年生の時にロシア語の語学科目のほか、ロシアや旧ソ連の文化に関する科目と地域研究に関する科目を必修科目として学びます。また、中東欧、つまりポーランド、チェコ、ブルガリアなどの国々についての授業や、カザフスタン、
ウズベキスタンといった中央アジアの国々についての授業を選択することもできます。2年生以降では、ロシアや旧ソ連地域の政治、経済、歴史、文学など様々なジャンルの科目を履修することができるようになっていきます。また、外国語学部には第二種専攻や副専攻として学べる9つの研究コースがあるので、ロシア語学科に入ったとしても、世界中の様々な地域や言語学、国際関係などについて勉強することができます。私の考えるロシア語学科の魅力は飽きないところです。どうしてそう思うんですか？ロシア語は一見自分たちと距離のある言語のように思われるんですけど、学習を進めるうちにだんだん面白いところだったり、新しく発見できるところが多々あるので、飽きることなく学習を続けることができます。他には何かありますか？他には、例えばわからないところだったり、詰まってしまうところがあっても、先生方がしっかりフォローをしてくださるので、自分たちのペースでゆっくりロシア語に向き合っていけるというのも、この学科の魅力の一つだと思っています。私にとってのロシア語学科の魅力、それはロシア語で行うお芝居、つまり我らがロシア語劇です。どうしてそう思われるんですか？先生方の熱心なご指導のおかげで、ロシア語を学びながらロシア演劇についても学ぶことができます。団員全員で一つの作品を作り上げた時の喜びは何事にも変えられません。ここで学んだことは皆さんが留学に行った時にも役に立ちます。経験者はもちろん未経験者も大歓迎です。ロシア語を学んで演劇で即実践、ロシア語劇しか勝たん。それでは2019年の私たちの作品、ブルガーコフ作ゾーイカのアパートをご覧ください。いかがでしたか？ロシア語学科の魅力、伝わりましたか？ぜひ皆さんとロシア語学科で会える日を楽しみにしています。バイバイ。